はい、皆さんこんばんは。今日はですね、塾長英語をちょっと、諸君に届けようかなと思っております。今日はちょっと大きな教室で撮ってるもんですから、全面が今入ってません。で、とりあえず連語っていうところが見えてれば OK です。ちょっとその後移動しますが、よろしくね。で、今日は連語ですね。まず、50連語っていうのを、紹介しました。この50個は絶対覚えないとダメだよ、いかんぞっていうのを紹介いたしましたね。そのうちのほんのわずかですが、その番号が書いてありますけど、ほんのわずかですが紹介をしてみたいと思います。後でプリントがいきますから、そしたら必ずねこの50個は覚えてちょうだい、というような流れです。アピューというのが最初に出てます。これは数えられるね、単語につけるもので、2,3 の、ね、2,3 のというね訳をします。アフューなんとかかんとかっていう形で、2,3のなんとかっていう形、アフューワーズ、2,3の単語みたいな感じで出します。アトラスト、4番です。これはついにです。ついに、最後になんで訳さないようにね、 at the first だったら最初はなんだけどね、ついにね、とうとうって言うんですよ。ついに彼はやっつけた、彼は成功した、彼は教師になった、そんなような流れであります。 at once 何々する、すぐにですね、すぐに、 at once すぐにですね。そして be absent from、 7番です。何々を休む、欠席する、欠席する。さあ皆さん、今日欠席をしてしまった皆さんにお届けもしてますよ、ね、塾長英語です。 Be absent from ニョロニョロ、ニョロニョロを欠席する、休む。 Be afraid of、 あ、ごめんなさい、 to じゃなかったね、 of だったね、これね。何々を怖がる、何々が怖い、ね、何々が怖い、怖がる、be afraid of, I am afraid of dogs, 犬が怖いとかね、何々が怖い、何々を怖がる。10番、be covered with、ね、何々で覆われている、ね、be covered, the mountain is covered with snow、ね、雪で覆われているとかね、こういうもんです。 the mountain is covered with snow、ね、雪で覆われている、こんなのを使いますよ。そして be different from、 A is different from B、 A は B と違う、異なる、ね、違う、異なるんだよ、異なる、ね、be different from、 from 何々とは違うんだよっていう be different from を使います。 each other 絶対使ってるね、お互いに、お互いに、 each other had better、 何々、まあこれ助動詞として捉えてる可能性あるけど、まあね、一つの連語としてね、何々した方がいいよ、した方が良い。Look for something、 何か探す、探す。もう一回ちょっと確認しておきましょう。 A few、 2,3 の、 A trust、 ついに、とうとう。そして At once、 すぐに、Be absent from、 何々を欠席する。 Be afraid of、 何々が恐ろしい、怖い。 Be covered with、 何々で覆われている。そして Be different from、なあ違うんだよ、異なる、何々とは異なる。 each other、 お互いに。そして had better、 何々した方がいいよ。 you had better study now 、look for something、 look for 何々、探す。これ覚えていただきたい。50個で今日挙げましたので、一つ覚えてください。では、そしてその次に少し動かしますよ。今度は関係代名詞の文をちょっとだけ、紹介して、その文をですね、和訳をしてみよう、日本語訳にしてみようと、こんなような流れであります。こんなぐらいで見えるかな、ちょっと斜めってるけどね、ちょっと見えるでしょうか。はい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 、7番っていうのを紹介してみたいと思います。I have a friend who lives in America. Who が関係代名詞、そして who 以下が関係代名詞の前の a friend というものを先行詞ですが、就職しています。だから私には友達がいるんだよ。どんな友達ですか？
Who lives in America? アメリカにリブしている、住んでいる友達がいます。こんな文章に訳しますね。次、間違いやすいんです。Is がポイントです。ほにゃらら is なので、この is の前が should という形になってます。そしてさらにここに関係代名詞があるので Came here yesterday した the girl はっていう The girl はなんですね、これね My friend 私の友達ですって訳します。じゃあどんな girl? ね Who came here yesterday? 昨日ここにやってきた女の子、昨日ここにやってきた女の子は is my friend 私の友達ですって訳します。いいでしょう、間違いやすいよこれ、気をつけてね。 This is the house これは家ですって言ってます。え、関係代名詞ここですね。 has a big garden 大きな庭、 big garden を持ってる家なんですね。だからこれは大きな庭を持っている家ですと訳すといいですね。 This is a letter he wrote. Wow! ここに関係代名詞 which が省略されています。 This is a letter さっきと一緒のパターンですね。 This is a house. This is a letter これは手紙です。どんな he wrote 彼が書いた手紙です。こんな形になるんだね。さあもう一回だけ確認しておきましょう。 I have a friend who lives in America アメリカに住んでる友達がいます。 The girl who came here yesterday is my friend 昨日ここにやってきた女の子は is my friend 私の友達です。 This is a house that has a big garden これは大きな庭のある家です。This is the letter he wrote. これは彼が書いた手紙です。こんな感じ。そして最後に今日の最後はですね、It to do 構文。これを勉強しました。It to do 構文で、英文にしましょうよ。It to do 構文が書けると、なんとですね、英文が、とっても長い文章を書くことが可能でありますね。一番見てください。野球をすることは面白い。これを It to do 構文でやります。 It is 面白い、 It is interesting、 It is fun とかでもいいんですが、そう言ってきてしまいましょう。野球をすることは面白い、 It is interesting、 Interesting、 This is It is interesting、ね、何 To 野球ね。It は仮主語ですよ。この to 以下が新主語で、これが本当の主語なのね。 It is interesting to play 野球です。 Baseball、ね、To play baseball Baseball It to 構文を使うと字数が増えるんで、課題作文の中に入れるととってもいいよね。 It is interesting to play baseball No.2彼にとって泳ぐことは簡単だ。 It is 簡単、 It is easy、 It is easy 簡単ですよ、入れてください。 It is easy 彼にとって、意味上の主語がここにやってきたんですね。この後に入れます。 For him、 For him 彼にとって easy なんだよ。何が、これが新主語ですね。 To swimこれもう少し長いと、長い方が普通なんですけどね。to swim どこどこでっていうね。でも、It is easy for him to swim. 泳ぐことは彼にとって簡単だ。It to do 構文。さあ、最後です。見えるかな見えるかな、ちょっと斜めっちゃいますけど、これです。これです。すいません。私たちにとって英語を勉強することは大切です。important なんです。for us ですね。英語を勉強する。To study English、It is important Important ね、はい、重要ですよ。私たちにとって For us 私たちにとって何をすることが To study English
英語を勉強することは私たちにとって大切です。さあ皆さん、ちょっと今日はねポン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 会話、見ながら、飛んでいきましたが、実は塾長英語でじっくりやりました。50の連語の紹介絶対覚えて ね。長文読解にも連語絶対大事です。そして関係代名詞の訳し方、本来はもっと長いちょっとね難しいやつもチャレンジしたんですよ。でも、サンプルを持ってきました。そして it to do 構文の和訳の仕方、英訳の仕方、これも紹介したんです。こんな流れで今日やってきました。プリントいきますんでね、ぜひチャレンジをしておいてください。ではまたまた頑張りましょう。